皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。前回の動画を撮影してから1週間が経ちました。時は10月下旬です。撮影を行った2日間の日中の天気は晴れ、気温は最低気温の平均は4度、最高気温の平均は18度でした。まあ、朝晩にかなり冷え込むようになってはきましたが、まあ、この地方のこの時期としては暖かい日和でした。そうした中でも秋は着実に深まってきています。まあ、ご覧のように養蜂場周辺の山では紅葉がだいぶ進んできています。前回の動画では蜂たちの越冬に向けた準備についてお話ししました。今回のお話も越冬の準備と関わる話なんですけれども、今回は特に養蜂場から越冬する場所への巣箱の移動についてお話ししたいと思います。実はシーズン中に巣箱を置いている養蜂場と越冬する場所とは直線距離にして30メートルほど離れています。ですから越冬する際にはこの30メートルの区間、巣箱を移動させなければいけません。このように言うと次のようにおっしゃる方がもしかしたらいらっしゃるかもしれません。まあ、巣箱を30メートル移動させるぐらいのことで、一体何を騒いでいるのでしょうか？まあ、越冬する当日に、まあ、巣箱をひょいっと持ち上げて、養蜂場から、越冬場へと運べば、それで済むことではありませんか？まあ、巣箱の重さはせいぜい 20kg ぐらいのものですから、まあ、重さも大したことではないのではないでしょうか、と。実際この養蜂場では昨年の秋にはこのようにして越冬を始めました。つまり越冬を始める日の朝に養蜂場から越冬する場所に巣箱を運んだのでした。ただこうしたやり方には今から申し上げるような欠点があります。つまり蜂たちはもともと巣箱があった養蜂場の位置をしっかりと記憶しているのです。そのため巣箱を越冬する場所に移した後で蜂たちは記憶を頼りにもともと巣箱があった養蜂場に舞い戻ってしまうのです。今から紹介するのは昨年の11月に越冬を始めた日に撮った映像です。この日は先ほども言いましたように、当日の朝になって巣箱を養蜂場から30メートル離れた越冬場所に移しました。巣箱を養蜂場に移動させた後で、様子を見るために30メートル離れた養蜂場に行ってみると、やはり元の場所に戻っている蜂たちがいました。この映像はその時の養蜂場の様子です。まあ、古巣の場所に戻った蜂の数は正確にはわかりませんけれども、何百頭かはいました。まあ、この時はこの場所で捕虫網を振り回して蜂を捕まえ、そして捕まえた蜂を30メートル離れた巣箱のあたりまで運んでいって、まあ、そこで蜂を放すということを数回繰り返しました。その結果、養蜂場で迷子になっていた蜂の数はだいぶ減ったと思います。しかし、巣に無事に戻ることができなくて、最終的に行方不明になってしまった蜂もいたと思います。以上は、
客面に越冬を始めた日の話でした。こうした問題を避けるための一つの方法は、越冬前に一旦巣箱を養蜂場の遠くに仮置きするというやり方です。この養蜂場でもこうした方法を採用したことがありました。その時は巣箱を一旦養蜂場から 2km 離れたところに移動させました。そこに1ヶ月間巣箱を仮置きした後で、今度は越冬場所に巣箱を移動させました。2km 離れた場所に巣箱を移すと、蜂たちは元の場所に戻れなくなってしまいます。また、1ヶ月間離れていると、蜂たちは元の巣箱の位置を忘れてしまいます。遠くに巣箱を一旦仮置きする方法は、こうした蜂たちの帰巣能力と記憶力の限界を利用した方法なのです。こうしたやり方の問題点は、仮置きするためのおあつらえ向きの場所がなかなか見つからない可能性があるということでしょう。さて、今回の越冬場への巣箱の移動で採用した方法は、ここまで紹介してきた2つの方法のいずれとも異なるものです。それは、30メートルの距離を一挙に移動させるのではなくて、毎日少しずつ移動させて、1ヶ月間かけて、ゆっくりと巣箱を養蜂場から越冬場へと移すというやり方です。そのため、巣箱を移動させやすいようにするために、まず台車の上に乗せます。そして台車ごと毎日1メートルずつ移動させるようにします。台車の車輪の前には石などを置いて安定させるためのストッパーとします。それではどうして30メートルを一気に移動させたら行方不明者が出るのに、毎日少しずつ移動させたら行方不明を防げると言えるのでしょうか。この点を明らかにするために、移動を始めた日の蜂たちの様子を観察してみることにします。これはもともと巣箱を置いていた場所の映像です。巣箱はもうありませんけれども、ここに前戻ってきている蜂たちがいます。右側の影は台車の影ですから、巣箱を乗せた台車はすぐそばにあるわけです。つまりわずか1メートルの巣箱の移動でも迷子になっている蜂たちはいるわけです。その時です。一頭の勇敢な働き蜂が巣門の前で尻尾を振り上げて羽を激しく狂わせ始めました。これは尻尾の先の方の背中側にあるナサノフ腺から仲間に向かって集合フェロモンを放出しているのです。この働き蜂がやっていることを人間の言葉に翻訳すると、みんな巣の入り口はここだよ、集まれといったところでしょうか。この勇敢な働き蜂の呼びかけに応えて迷子になっていた蜂たちが続々と巣に戻ってきました。つまりたとえ巣箱の位置をずらしても、ずらした距離が短ければ迷子になった蜂たちも仲間の発する匂いを頼りにして無事に巣箱に戻ることができるということのようです。しかし巣箱を一遍に移動させる距離が大きくなればなるほど、このような匂いによる調整が聞きにくくなるということなのでしょう。このような徐々に移動させる方法は、養蜂場と越冬場との間の距離が近くて、移動させている今の場合1ヶ月もの間に邪魔が入らないということが条件になります。はい、今回は養蜂場から越冬場に巣箱を移動させる3つの方法についてお話ししました。
それぞれの方法に長所と短所がありました。まあ、養蜂場でそのまま越冬させるのであれば、越冬場への移動は問題にはなりません。まあ、しかし、養蜂場と越冬場が別の場合には、まあ、いずれかの方法を使って巣箱を移動させる必要があるわけです。今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。登録・高評価で応援していただけると励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。それでは次回またお会いする時まで。ごきげんよう、さようなら。